どうも、僕チャンネルです。今日は、吉野家に来ました。月見牛とじ御膳のクーポンが、なんか今日までみたいなので、今日、いただいて、行こうかと思います。ついでにおかわりチャレンジも、同時開催ということで、やってみようと思います。よろしくお願いします。はい、中に入りました、月見牛とじ御膳、こちらのクーポンがあるのでこれをいただいてみたいと思います。さあ来ました、月見牛とじ御膳、ご飯は大盛りになっております。あとは、これは牛とじですね。そして味噌汁、卵とこうなっております。卵をこのなんかよくよくあるあれですよね、黄身を取るやつ、これ私名前知らないんですけども、これで、白身を取るんですけども、なかなか取れないんですよね。ここからこのようになります、ね、もう牛で閉じて卵を使っているのにこの卵を乗っけるというよくわからないあれですけどもね、いただいてみたいと思います。はい、このようにご飯に乗っけるんですけど、また牛丼のようにこの紅生姜を使ってしまうと意味がないな。はい、1杯目食べ終わってまた大盛りで2杯目をいただきました。まだおかずはこのように残っております。まだいけそうですね、これですと。でまたなぜか紅生姜を乗っけてしまうと、これ牛丼の食べ方ですからね、もう牛とじと意味がないような気がしますけども、またいただきます。はい、3杯目になりました。ここでやっとまだこんなにありますけども、まあ、今回はもう紅生姜を使わずにいただいてみたいと思います。はい、こうなりますね。まあ、これであればもう美味しくいただけると思います。はい、食べ終わりました。お会計は、これでおかわり2回となっております。はい、ということで、吉野家で、月見牛御膳をいただいてきました。おかわりは3杯までということでね、ちょっと、なかなか辛い戦いでしたけど、まあ美味しくいただけたんで、ごちそうさまでしたと。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたしますと言ってもそんなに増えてませんので、はい、よろしくお願いします。